かぼちゃってさ、まあ、スーパーで見ればこういう緑色のね、かぼちゃ、普通の色だよね。こういうのがね、あとは白いやつとかあるけれども、完熟するとね、全然違う色になるんだけども、まあ俺そこまで完熟させる技術ないから、年に1個とか、まあいけばいいかなっていう感じなんだけども、その完熟かぼちゃができました。たった1個。たった1個なのね。が、こういうオレンジ色になるのよ。もともとは同じ色なんだよ。同じ緑のかぼちゃだったの。これはね、うまいこと貯蔵を続けると、こういう風なね、オレンジ色になるのよ。これさ、ハロウィン用のかぼちゃじゃないよ。本当にね、本当に普通にこういう緑だったのを、ね、置いて、うまくいって腐らずにここまで来たっていうので、こういう感じになるんですよね。だこれ中の実の色が外の皮まで出てるだからなんだかいろいろ聞いたことはあるけれども、ね、こういう色出せました。で、本当に1回だけ聞いた話でいくと、昼夜の寒暖差、温度の違いでこういう色を出して完熟させて販売してる農家さんがいるっていうのは聞いたことはあったの。だからそれを気にして、昼間すごくあったかいところに、その農家さんたら倉庫、まあビニールハウスだかわかんないけど、そこに移動させて、温度すごく暑くなって、で、夜は寒くなるように冷やしてっていうのを何日間か繰り返していって色を出すっていうさ、ね、北海道の農家さんだと思うんだよね。テレビで見たんだけどもね、1回しか見たことないから、記憶もちょっとね、曖昧かもしれないけども、その昼夜の寒暖差を最大限に活かして、北海道は夜寒いじゃん。北海道も暑くなったけれども、でも夜はやっぱり涼しいわけじゃん。その土地の利をね、活かして、こういうのを作って販売してる農家さんがいたっていうのを覚えてて、真似したのよ。で、1個だけこうなりました。でもその1個もね、実はこうちょっと腐ってきてるから、ね、食べなきゃいけないんだけども、ね、どういう味になるか、まあ、これからね、調理して食べて、まあ、やってみたいなとは思うんだけどもさ、こういう色になるんだよ。本当に、ハロウィン用の、あれじゃないよ。本当に食用の緑のやつがこういう色になるの。で、俺は年に1個いけばいいかなっていう感じで、今までで自分の人生で一番よくできた、この、なんだろう、完熟かぼちゃ、オレンジのかぼちゃ、本当に、こんなに綺麗にできたの初めてだなっていう感じなんで、今これからまあ、かっさばいて、まあレンチン、まあ蒸してくるか。で、ちょっと食べてみたいなと思うんで、ちょっと調理してきます。で、かぼちゃ、ふかしてきました。まず断面なんだけども、まあ、こういう感じだよね。ちょっと明るさがあれだな。こんな感じ。ね。皮の色が、まあまだ緑のところもあるけれども、こういう皮の色してるのがそのまんま身の方に来てるっていう感じかな。ね。これは明るくて見やすいな。ね。ほら、皮の色と、ね、皮の色と中の色がほぼ同じみたいな感じになってます。種も完熟してるからさ、うちでキンクマハムスターいるから種は、ね、彼のために完熟したのをあげようかなって。種取りはもう十分してあるから大丈夫。で、これが孵化してきたかぼちゃ。ね、全然見た目は全然変わりません。ね、皮もついたまんま、ただのかぼちゃに見えるね。うん。で、ちょっといただきます。うん。茹でてるとき、蒸してるときに、ふかしてる時に、夕べふかしたさつまいもをつまみ食いしながらね、庭で採れたちっこいこんな芋とかを食べてて美味しいなって食べてたんだけども、そのさつまいも、まあ紅はるかっていう甘い品種なんだけれども、その紅はるかよりもずっと甘いです。びっくりしました。ね。こんなにかぼちゃ甘くなるのっていうぐらい甘い。うん。かぼちゃの煮物ってさ、青森の場合砂糖入れてさ、煮るのよ。まあ、全国的にどうなのかわかんないけど、かぼちゃは甘く煮るものだっていうのが、まあ、青森県民としては当たり前な感じで、うちのじいさんも甘いもので、で、うちのおばさん、ね、青森出身なんだけども、京都の方に住んでて、来た時にかぼちゃ煮てくれたんだけども、甘くなくてさ、俺のじいさんさ、かぼちゃに失礼だってさ、甘くなくて。で、それ砂糖足して作り直したら、うん、かぼちゃはこうでねば甘いねってね、言ったことがあったんだけども、そのくらい甘くするんだけども、ね、青森ってのはさ、このかぼちゃさ、砂糖いらないっていうぐらいさ、まあ、水入れば味薄まるかもしれないから、ちょっとあれだけども、調整で入るかもしれないけども、いつもよりも少なくしていいっていうぐらい甘くなってる。本当に。こんなに甘いかぼちゃ俺初めて食った、本当に。だから本当にさ、本当こんなかぼちゃ見たことないと思うんだよ、普通の人はね。俺はそういうことをやってる人を知ってたから、まあ、たまたま知ってたからやってみようって真似事でね。うん。今ある設備でできる分でやってみようってやってみた結果、これですんげえ甘い。本当に。ね。まあ、そのどこの農家さんかってのは忘れたけどもさ、まあ、完熟かぼちゃで北海道とかで調べてもらえれば多分出てくると思うんで、興味あったら調べてみてほしいんだけれども、本当に甘いんでやってみてほしいなって思います。だから、暑いところに置いて、夜は寒い、涼しいところ。まあ、冷蔵庫まで行っちゃうとちょっとほら、温度差ありすぎてダメかもわかんないから、まあ、風通しのいい、涼しいところ、日陰というかね、夜はそこに移動させて、まあ、外に、夏は、昼間は外に出すとか、まあ、夜はエアコンの引いた部屋とか、そういう感じの寒暖差を作ってあげれば、まあ、こういう風にいけるのかなと。うちでは暑い倉庫に置いて、夜は涼しいところに引っ込めてっていうので繰り返してこうできました。で、何個ぐらいだったら30個ぐらいやって1個できたっていう感じかな。で、その1個もヘタのところを腐ってしまって、ちょっと暗いな。ね、腐ってしまって、ほらちょっと傷んでるじゃん。ね。だから商品にはできなかったっていう感じ。本当は人にお譲りしたかったんだけども、友達にね、これすげえうめえから食ってみってやろうとしたんだけども、これはちょっと差し上げるには忍びないから自分で食ったっていう感じなんだけども、まあ、こんだけだったらこの辺はね、ちょこっと切り取ればいいから、まあ問題はないんだ。自分で食うにはね。うん、人にあげるってなれば別問題だから。で、そういうリスクあるけれどもね、結構30個やって1個ったら結構な確率だよね。うん。だけども、やってみる価値あるかもしれない。家庭菜園で今年、例えばね、まあ今年はもう終わりになってくるけれども、来年とかやって、かぼちゃいっぱいできた豊作だってなったら、昼夜の寒暖差、昼間は暑いとこに置いて、夜は涼しく風通しのいいとこにっていう、移してっていう作業をやってみてほしいなって。で、こういうの言ったら食べてみてほしい。ぜひ、すんごく甘いから。本当に、俺もびっくりした、今食べてさ。さつまいもより甘いかぼちゃってさ。ね、本当にびっくりした。だから、ぜひぜひやってみてほしいなと思うんで、まあ来年ね、まあ今年はもう冬になるから、冬になった時、涼しいとこに置いとく。まあうちだとか、この倉庫、マイナス1度とかなるんだけど、そこに置いといても別に腐らないから、俺の場合ね。うん。で、それ置いといても結構甘くなるんだけど、それを凌駕する甘さだったんで、ね、こういうかぼちゃ見かけたら、ぜひ食べてみてほしいなと思いますんで、今回はそういう動画でしたんで、ぜひね、来年やってみてほしい。いっぱい取れたらね。ということ、こういう知識を覚えておけば、こういう状態になったら食べれないんじゃないかって思うかもしれないけども、食べれるんで、緑のかぼちゃがオレンジになったら腐ってるんじゃないかって思うかもしれないけども、そういうことではないんで、ぜひね、食べてみてほしいなって。完熟したかぼちゃは全然違うよ、味がね。緑のかぼちゃはホクホクしてさ、程よい甘みで、それもいいんだけども、このちょっとホクホクは落ちてきてるだ。うん。ちょっとねっとりの方に来てるだけれども、それはそれで美味しいじゃん。で、甘さが全然違う。本当に。だからぜひやって食べてみてほしいなって思いますんで、挑戦してみてください、来年。ね、こういう傷むリスクはあるけれどもね。こういうかぼちゃがあるんだよっていう動画でした。興味あったらやってみてください。来年